はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンボールフュージョンパート42を始めたいと思います。今回ですね、4層を回ってみようかなと、あの占いババがいるとこですね。なのでね、2層が何でしたっけ、ナメック星人で、3層が人造人間なんで、4層はね、何が出てくるんでしょうかね。まあ、その上、まあ、魔人ブーのところかなとかいろいろ考えてるんですけどね、ちょっとやってみたいと思います。はい、4層目の大きなパワー、これ戦ってみましょう。またね、なんかあの、特別なキャラクターかもしれないですね。これ強いんですよね。大きな木のやつ。命知らずのバカがいるようですね。誰かわかんないけど、一応仲間入りますね、これね。なんかこれ、そんなね、特別にオリジナルのキャラクターですね。でも3万6000とかあるんでね、相当強いですね。スーミレ、シャロット、ラトッパ、スクワッシュ、エスカー、まあね、ちょっと聞き慣れない名前ですけど、まだね、これも倒してね、まだ次ね、やっていきたいと思います。まあ、とりあえず入れるだけ入れてみましょう。よし、クリーンヒット。これであの、何でしたっけ？ヘルスマッシュでしたっけ？あれをね、いいね、マックス。これ強いんでね。あ、軽業師。まあでも倒れますね。はい、スカウト成功。スーミレが仲間になった。A ランクらしいですね。普通に。A って結構いいですよ。大人な雰囲気で相手を惑わす女性戦士。まあ、以上です。異星人。はい。大きな気の反応とね。まあ、S に開けるんですけど、大きな気の反応からいきましょう。3つとか4つとか出るんですよね、これね。はい。まず1個目。お、やっぱりなんかだ。ヤムチャ。あっという間に白目を向かせてやろう。ヤムチャ。ヤムチャが出てくるのか。じゃあ S ランクちょっと開いてみましょう。 S ランク、ここの S とかがねやっぱ熱いんですよね。 G だとね強いんですけど仲間にできないようなの、フュージョン5みたいなのが出てきやすいんだよね。 A だと弱すぎてね、もう入ってるようなばっかりなんでね。お、来た来たけど、ブロリー3ですね。もう仲間入ってるんですよね、これね。なのでね、S で開くと、4層の S で開くと、ブロリー3出てきますね。これ2回目です。なので、ここはもう全てカットします。はい、再び S。もういっそなんか入るまでね、S 開くのもいいかもしれないですね。だいたい S で出てきますね。あー、これば、え？あ、ご飯捕まえてない。何気に捕まえてなかった。孫悟飯、青年ですね。これもね、合体できるんですよね。まずここら辺一掃して、ね、簡単に倒せるんで。倒して、4000、7000か。バーダックはね、普通にイベントで捕まったんでね。よし、じゃあゴールデンフリーザーで、結構ゴールデンフリーザーがね、溜まりやすいんでね。もうすでにゲージが溜まっているので、
ハイパーサイコキネス。これ結構飛ぶんだよね。わ、ダメだ。4000。素直にデスビームかなんか打っとけばよかったな。フルパワーカメハメハメ。よし、スカウト成功。やっと入りましたね。じゃあ、あとは、悟空なので必殺技で、まあ、超カメハメハ。あ、5点か。はい、OK です。はい、孫悟飯。悟空と父の長男、サタンシティのハイスクールに通いながら正義の戦士、グレートサイヤマンを両立。修行をサボっていたため、少々腕が錆びついている。弟の御殿を可愛がる心の優しい青年とね。はい、もう S ランクタイムですね。S ランク。あれ、上向けた。あれ、あったあったあった。あれ違う、これじゃない。こっちか。あー、外れ。タッコロ大魔王。S でこれ出てきちゃうのか。逆に G の方がいいのかな、ここ。ちょっと G 開いてみましょう。フュージョン後はね、仲間にできないんですよね。気弾でね、タッコロ大魔王。これもいますんでね、いつかのパートで紹介してますね。なので、こういるのはね、もうほとんどカットしますね。まあ、こういうの出てきたっていうことだけ紹介したいと思います。なので、また次までカットします。ちょっとね、G 開きたいんですけどね、なんか外れたら嫌なんでね、もう一回ちょっと S 行ってみましょう。ご飯が入ったので、なんかいいの入りそうな気はするんですけどね、ブロリーとかも出てくるんで、普通のブロリーが欲しいですよね、やっぱりね。お、ちょっと待った、これは？これは五点くすか。五点くすですよね、これね。だってもうほとんど仲間入れちゃってる感じなんでね。おお、さすが。まあ見た、名前見たら五点くすですね。なのでやっぱちょっと G 開いてみましょう。これ G 開いてみましょう、 G。 ここ G の方が出んのかな。なんか場所によって違うんでしょうね、これおそらくね。まあ仲間にしたりね、フュージョンしたものばっかり出てくるんでね。まあ、仲間には入らないけど、また合体したようなのが出てきましたね。これなんだ、空飯って誰、空飯、悟空飯ってなんだ、ベジンクス、え、ベジータトランクス、まあ倒してみましょうか。G ってことはいずれ出てくるのこれ。これ完全にベジータトランクスだよね。
あれ誰だ、ハン、クーハン、ハン、ご飯、悟空とご飯か。とりあえずはね、倒しちゃいましょう。Gはこんな感じですね。やっぱり S を開いてた方が出てくるのかな。なんかサイヤ人系が結構出てきますね、4回目は。なんでベジータはね、もうすぐレベル60まで上げたらフュージョンできるので、まあ今回ね、あまり成果がなかったね、ご飯ぐらいなので、まあ、前回できなかったフュージョンも見ようかなと思いますけどね。 G でも仲間入るの出るんですかね。完全に合体したようなしか出てこないんですよね。あ、やっぱりダッコロ大魔王、やっぱりちょっと S 開いてみましょう。はい、大きな反応、これもなんか違うやつかな。バー、スーパーサイヤ人バーダックですね。普通のバーダックじゃないですよ。これはちょっと貯めて倒した方がいいかな。でね、刻んで、ダブルアタック。この辺り絶対ブロリーとかいますよね。1万5000なんで、とりあえず体力多いやつをちょっと削ってね。これで全開アタックでバーダックいければいいかな。これで下に打てばだいぶ巻き込みますからね。あー、くそ。親子対決。これでも倒せれば違うんですけどね。まあ倒せないでしょう。ガードしてるからね。よし。攻撃したいけど、マキシゲージがね、溜まってないんで、これで溜まりましたね。あ、ゴールスでいけますね、これね。ゴールスはガードしてても2万近く行ったりしますからね。まあ、バーだか分からないですけどね。創造の前に破壊あり。頼んだよ。
これでもう3体いったと思います。ああ強い。はい来た、バーダック。俺はただのサイヤ人多分な。はい、バーダック来ましたね。バーダックがスーパーサイヤ人に変身した姿。守りたいものを守れない自分の弱さに対する怒りと悔しさによりスーパーサイヤ人に覚醒したとね。はい、ということで、まあ今回はね、まあ入ったのはスーパーサイヤ人バーダックかなって感じですね。なので、まあ恒例のエクスフュージョンやってみたいと思います。とりあえずは、まあ、バーダックはいないみたいなんですよね。とりあえずじゃあベジータが60になったので、これと、どれから行こうかな。全部できるんですよね。じゃあピニッチから行きますか。エクスフュージョン。おお。アートアセンシピニータが誕生した。これオリジナルですけどね。だからピニチコンボとかやっぱ使いますよね、これとかね。ピニータ、G ですね。 G でピニチとベジータがエクスフュージョンで合体した姿。負けず嫌いで意地っ張りだが融合したその力は底なしの強さだ。底なしの強さやばいっすね、これね。これちょっと使ってみようかな。ピニータ主人公も何気に、いろんな、何でも合体できるんですよ、これ。なので、ピニッチ。あ、二つ使えるじゃん、これ。だったらどうしようかな。G 入れちゃおうかな。まあ、こんな感じですね。はい、次なる相手は、ベジータと、これ一番面白そうなんですよね、ヤマちゃん。じゃあ、悟空青年。これでいきたいと思います。条件がね、レベル60にしなくちゃいけないっていうね。あ、で、これ前出てきたやつですね。EX5 自体でしたっけ。これはパート、いくつでしたっけ、ちょっと前の、ちょっと難しいサブイベントで、サブクエストか。サブクエストで戦った相手ですね。スーパーサイヤ人ゴッドの悟空とベジータを倒した後に出てきた戦士ですね。もう間違いなく G でしょ、これは。ですよね。はい、とりあえずね、説明が、悟空とベジータがエクスフュージョンで合体した姿、圧倒的な戦闘センスとパワーで他を寄せ付けない。性格は正反対だが、同じサイヤ人だけに純粋に強くなりたい気持ちだ。あ、誰よりも強い。G ですね。じゃあ、ベジータとヤムチャ。禁断の配合。おお、新たな戦士ヤムータが誕生した。はい、ヤムータ、ヤムチャとベジータがエクスフュージョンした合体した姿。ベジータは渋っていたが意外にも相性は悪くない様子。自信家でやたらと兄貴風を吹かしたがる。まあ、ヤムチャですね。でね、せっかく手に入れたご飯とピッコロさんがねフュージョンできるみたいなのでやってみたいと思います。はい、とうとうしてフュージョンですね。フュージョン。うわー、また違う生き物が出た。コロハン入りました。コロハン。ご飯とピッコロがエクスフュージョンで合体した姿。ピッコロの冷静さとご飯の優しさを合わせ持つ。師匠と弟子だけに抜群の相性で劇的なパワーアップ。なんかね、やばいのいっぱい出てきますね。ここ何かわかんないですけど、もうちょっとね、結構いろいろ待ってきましたね。はい、そして、もっと気になってた、フリーザと、まあ、ここはギニューザができるわけですよ。でここはちょっとわかんないので、セルはね。あ、これはセルーザですね。セルーザなんで、まあ、シルエットは黒ですけど、何回も出てきてるのでね。
ここですよ問題、ここ兄弟わー白いクーラーみたい、フーラーだって。この超高速ね、第一列弾覚えてないと慣れないですからね。フリーザとクーラーがエクスフュージョンしたで合体した姿、宇宙最強を名乗る似た者兄弟、無慈悲なほどの強さとともにプライドの高さもパワーアップ。なるほど。そして前回ちょっとね、レベル足んなくて慣れなかったターレスとラディッツね、まだなってないんでね。まあこれ何回も出てきましたけどね、これはね。これですね、なんかタッツね、これスカウター両方ついてんですね、よく見たらね。はい、タッツ、ターレスとラディッツがエクスフュージョンした姿、新生児の力を得たターレスと戦士ラディッツの合体、どちらも下級戦士同士なので相性は良いのかも。まあね、悟空そっくりなのでね、悟空の兄貴ですからね。はい、ということで、まあね、今回も、まあ、そこそこフュージョンできるようになりました。図鑑もだんだん埋まっていてね、まあいいこと尽くしですね。なのでね、やっぱブロリーとかも欲しいですよね。ブロリーがまだ入ってない状態なので、入ってね、さっさとね、カロリーを作りたいんですよね。悟空とブロリーで確かカロリーができたのでね、まあそれもいずれ紹介できると思います。ではご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。